こんにちは、スケダラです。あ、カヌンのキネシス。やっていきます。今回ね、仲間にしていく生物は、あちらですね。バッタスギガントピテクス。属性ゴリラですね。ちょっと変な人映っちゃったけど。まあ、今回この子をね、テームしていきましょう。あ、ちょっと、すいません。やめてもらっていいですか目の前に立つのやめてもらっていいですか。見えないでしょうが。一緒に歩くな。で、あいつのテイム方法は、まあ、昏睡テイムなんで、早速ね、眠らせていくんだけど、まあ、とりあえずね、まずは罠を作りましょう。さてと、どうやって誘導するかだ。あ、でも、今、アルファ種が、ちょっと遠くにいるから、お、いいね。索敵範囲、そこそこあるね。こうなったら、あ、走ってきます。で、罠1段にしちゃったけど、大丈夫かな？お、行った。オッケー、1段でもいけるか。いや、お前を眠らせる時は来るとは思わなかったよ。今回ちょっと、使ってみたいものがありまして、まあ、これね、この、セレスティアルライフル。まあ、このセレスティアルはおそらく本家で言うところの至高のライフルだと思うんだけど、なにびっくりするから逃げんのやめて。特に敵対するやついねえよな。びっくりした。でもこのライフルと、これをね、使いたいんだよ。アヌンナキポイズンダート。まあ、これはモッドの麻酔弾だね。これ、なんか手に入れたんだよ。これ一個作んのに、殴ってんな。あ、大丈夫だよな。今のダメージは、スロープか。すげえ音すんな。お前の殴りそんな音するんだ。で、まあ、これ、作るのに、まあまあ素材がいるんだけど、なんか、色のついたメソピテクス。まあ、俺の動画にも出てきたことあるんだけど、ちっちゃい色のついたメソピテクスをね、倒したら、なんか手に入ったんで、100個ぐらいね、手に入ったんで、まあ、ちょっとこれのね、実力を見たいんですよ、今回は。なので早速ね、お前で試していこう。ぶん殴ってんな。当たった。その動き何？やめ。その動きやめろ。あ、でも結構いくな。7000くらいいってる。いいね。その動き何？やめろ、お前。その動き何？その動き何？笑わせに来んな、お前。面白いゴリラ。外した。バグりすぎだろ。動きが。すげえな、お前、テイム前でも面白いのか。いいねえ。やめてください。ちょっと邪魔が入ったな。お、ヘッドショットある。いいね、ヘッドショットの回でめっちゃ上がったかもしんねえ。なんかダメージ安定しないな。まあいいか。これあれか、一回毒切れた方がいいか。毒切れてからヘッドショットすれば、ああ、200与えられる。あ、なるほどね。毒状態のやつで来ちゃった、なんか変な人。毒状態の時に撃っちゃうと、ちょっと威力下がっちゃうんだ。なるほどね。
よし、寝たぜ。おお、いいね、真っ白だ。寒い地域のゴリラってもうそれイエティだからね。実質イエティみたいなもんだな、お前。まあ、とりあえずキブルぶち込んでおいて。よし、麻酔薬入れたからこれでしばらく大丈夫と。で、今回俺もう一個ね、やってみたいことがありまして、プライムアルファドードちょっと今回でね、プライムアルファの強さっていうのを見たいんですよ。で、ついでにね、倒せたら倒していこうかなと思いまして、やっていきます。実際、プライムアルファ倒したらなんかいい素材もらえるんじゃないかなっていう、ちょっとした期待もあるんで、試していきましょうか。体力15,600だから、ティラノ2体でいけそうだな。お前は命令を無視にして、よし、行きましょう。かかれ！あ、大したことねえな あ、すぐ終わった。あ、で、黒真珠もらえた。何すんだてめえ。お、黒真珠もらえた。なるほどね、黒真珠がもらえるんだ。で、あと、こういうの。まあ、これはいらないね。なるほどね。黒真珠が報酬かな。まあ、一応黒真珠欲しいって思ってたから嬉しいわ。で、まあ、プライムアルファね、いろんな種類いるんで、まあ、ちょっと見つけてるプライムアルファ倒していきましょうか。めっちゃ霜降り肉取ってる。あ、で、経験値もすごいな。やっぱアルファ種だから経験値美味しいんだ。どんどん強くなる。プライムアルファユタラプトル。体力が27,400。別に敵対はしてこないな。うわ、270くらいか。やっぱ強いな。ユタラプトルになると強くなるな。で、報酬は、黒真珠と。ただ、ドードーより少なかったな。なんで？ドードーより黒真珠が少なかったな。まあいいか。プライムアルファディロフォサウルス。体力4万7000もある。これユタラプトルより強いのか。ああ、そうでもないな。はい、勝利と。プライムアルファダイアウルフ。体力12万。強そうだな。10万超えだもんな。よいしょ。122か。いろいろもらえた。ダイアウルフくらいになると、なんかもらえんの増えんな。え、なにこれ？アルファブーツ。え、なにこれ？ 知らんやつもらった。アルファランクのブーツで、移動速度が速くなるんだって。へえ。ちょっと試そうか。まあ、まずこれがね、いつもの速さと。で、こっからよ。まず移動速度上がんのかな？移動速度の表示は変わってない。で、なんか、右下にマークついてる。おーん、どうだろう 体感ではそんな変わってないように見えるけど。でもちょっと速くなってんのかな？え、すげえ、こんな装備あるんだね。知らんかった。
You gain movement speed って書いてあるから、やっぱスピードは上がってるんだね。やった。いいもん手に入れたね。プライムアルファウーリーライノセロス。まあ、毛深祭だね。毛深祭の英語名かっこいいな。ライノセロスって。まあ、この子もね、やっていきましょう。体力が15万。うわ、強っ！うわ、強いな！さすが毛深祭だ。367ダメ、ごめん、噛んだ。367ダメージも与えてくるわ。でも勝った。あ、ゴリラいる。あぶね。さすがにゴリラは多分、今の俺の最高戦力をもってしても勝てないと思うから、逃げるしかねえ。特に大したもんはくれてないな。まあ、黒真珠、そこそこもらえたね。これは嬉しいわ。でもなんかこういう、モッドの防具っていうのはくれなかったね。これたまたまなのかな？プライムアルファを倒したら、あれ、たまに落ちてくるっていうやつかな。ランダムの確率でもらえるってタイプのやつかな。まあでも強敵だったね。さすが毛深祭だ。それじゃあ最後の戦いしましょうか。プライムアルファギガントピテクス。体力18万。なんかいい感じにどんどん体力上がってってるね。体力18万か。やっていきましょう。お前を倒して、俺は属性ゴリラを持って帰る。行くぞ。あ、敵対してくるんだ。痛い。やるじゃないか。なんかマンモス来んな。なんで？マンモス俺噛んでないんだけど。ギガントピテクスの効果か。倒したぜー。いい戦いだった。お、またアルファブーツだ。やったぜ。で、他に、セミオートピストルとか、もらいましたね。うん、ふんふんふん。これ以外にも、モッドの防具ってあんのかな？あったら欲しいね。まあちょっとこれから、アルファ種にあったら、積極的に戦っていこう。さあ、ということでね、迎えに来ましたよ。それじゃあいろいろ見ていきますか。あ、まず見た目。真っ白だね。うん、氷属性だから、真っ白だ。体も真っ白。顔も真っ白。いい顔してんね。いや、いいな属性ゴリラ。テイムできて嬉しいわ。お、出た。すげえ、叩きつけの音がすごいな。あ、これぐらいか。攻撃モーションがこれぐらいしかないわ。いや、まあ、本家のギガントピテクスもそうなんだけど、本家はちょっと、あれ、投げ飛ばしがあるんだよ。でもこれには搭載されてないわ。まあ、一応、こうやって草をいじるモーションはあるけど、早いな。急いでんのか。めっちゃ早く食ってるけど。これはまあ、繊維を集める技だね。これがスピードと。まあ、ギガントピテクスにしては早い方じゃない？お、走ってますね。いいね。走っています。かわいいな。後ろ姿かわいいよな。攻撃力は、まあ、こんな感じ。まあ、ギガントピテクス、攻撃速度速いから、
まあまあ食らうね。でまあ氷属性だから攻撃のあれに氷属性が乗るんだけど、最近俺氷属性の特性っていうのを覚えまして、まあ最初はね氷属性だから移動速度を低下させるんじゃないかなっていう能力だと思ったんだけど、どうやら氷属性は相手のスタミナを奪う能力っぽいね。うん。まあだから、まあさっきから殴っていたこの赤ちゃんのプロコプトドンもスタミナがないから、あれと。ちょっと待って、わかりやすいやついるかな？殴ります。これが普通のスピードなんだけど、あ、もうスピード、遅くなった。これはもうスタミナがなくなったってことだもんな。だからもうこいつは走れないと。だから、まあ、これが氷属性の能力だね。ジャンプしている姿シュールだな。今の見た？すげえ体勢になってたぞ。まあ、ちょっと一旦霧も出てきちゃったから、拠点に帰りましょうか。この動きなんだ？この草をいじるモーションと走っている時のモーションを合わせると、めっちゃ面白いな。走ります。こうなんの面白い。いいなギガントピテクス。面白すぎる。で、まあちなみにこれがね、普通のギガントピテクスなんだけど、やっぱ大きさ違うね。あ、全然違う。身長2倍ぐらいあるな。うん、二回りくらい大きいんじゃないか。まあでも投げモーションがないのが残念だね。これ普通のギガントピテクスなんだけど、ほらこれがあるんだよ。こうやってぶん投げるモーション、これがないんだよね。あー、ゴリラで同じモーションしても違うな。まあまずちょっとなんか手さばきが違うんだよな。属性ギガントピテクスには肩乗せ生物を乗せるっていう能力もないっぽいな。あ、ほら。本家だとこんな風に肩に乗せれるんだけど、こっちは乗せれなかったね。はい、ということで今回は氷属性のギガントピテクスをね、仲間にしました。まあ私はね、アークの生物で1、2を争うくらいギガントピテクスが好きなんで、まあ今回属性のギガントピテクスを仲間にできて、めっちゃ嬉しい。うん。まあいずれね、他の属性のギガントピテクスも仲間にしていこうと思います。そしてプライムアルファ種もね、倒してみたんだけど、黒真珠がもらえるのはありがたいね。うん。まあ、黒真珠はね、とある生物のサドルに必要なんで、まあ、これで集められるのはありがたい。まあ、これからね、プライムアルファを見かけたら、積極的にぶちのめしていこうと思います。まあ、このモッドの装備品ももらえるかもしれないしね。うん。はい、まあ、てな感じで今回はね、以上にしておこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。